中央大学 OB で現在読売巨人軍でプレーしている鍵谷陽平です。愛媛坊っちゃんスタジアムで開幕ということで、普段とは違うたくさんの刺激があると思いますが、熱い戦いを期待しています。愛媛の子供たちに夢と希望を与えるようなプレーを期待しています。頑張れ中央大学。国学院大学 OB で、読売ジャイアンツでプレーしています田中千春です。愛媛県の開催ということで、地元の方にそこでプレーできることを感謝して、熱い戦いを期待しています。頑張れ国学院大学。日本大学 OB、 現在読売巨人軍でプレーしています赤星です。今回愛媛県坊っちゃんスタジアムで開幕するということで、四国の野球少年にたくさんの夢を与えられるよう全力で頑張ってください。頑張れ日本大学。